社員の健康を守ることで企業の業績を向上させる健康経営を学ぶセミナーが今日奈良市内で開かれました。このセミナーは健康経営の取り組みについて知識を深めてもらおうと協会けんぽ奈良支部が開いたものです。セミナーは新型コロナの感染拡大の影響でオンライン形式で行われ、経済産業省のヘルスケア産業課課長補佐の藤岡正美さんが講演しました。その中で藤岡さんは、従業員一人一人が生き生きと働くことのできる環境の整備が会社の戦略や目標の実現には重要であると話し、参加者は経営に生かそうと熱心に聞いていました。